はい、皆さんおはようございます。2018年5月の8日、朝の9時54分です。よろしくお願いします。先ほどはたくさん花火ありがとうございました。すげえよ、18発も後半いきなりドカーンって15発もらってありがとうございます。もう配信やめられません。僕さて、難関塾の話ってなんだっけ。いや、難関塾普通にチャンスだと思うんだけどな。なんで叩く人がいるんだろう。はい、アモちゃんいらっしゃい。最近なんかで、ね、挨拶ハートマーク流行ってるね。流行ってるつか、アモちゃんのマイブームなのかな。ああ、 いえ、全然全然。あの、俺いつも言ってるけど、別に全員が全員花火投げてくれっていうことを言ってるんじゃなくて、やっぱり花火を投げるっていうのはご好意だと思ってんのよ。で、荒らす人に対して言ってるのよ、怒ってるの。それ忘れないでね、匿名さん。花火を投げるか投げないかを決めるのはリスナーさんであって、ただ文句を言うんだったら花火投げろよって言ってんの、俺は。そこはね、あの、ちゃんと説明しないとね。普通に見てる人は応援だからね。うん、アイテムありがとう。シーナさんはどついらっしゃい。楽しんでって。なんかサムネ変わった？シーナさん、シーナさんももう結構昔から見てくれてるよね。なんだろう、別にそのなんだろうな、芸能人と絡むのにメリットがあるかないかっていう、釣ろうっていう風に考えてるわけじゃないんだけど。はいはい、卵味噌からいらっしゃい。珍しい、ありがとうね。なんかその芸能人で釣ろうとかそういう考え方じゃなくて、俺は共存っていう考え方が正しいと思ってんのね。で、芸能人には芸能人の良さがあるし、配信者には配信者の良さがあるので、俺がやりたかったのはどっちの枠、なんかテレビに配信者が行くとか、配信テレビタレントが配信をやるとか、そういうことじゃなくて、そのテレビの人間と配信者が絡んだら面白いことできるんじゃないかなっていうのが俺の考え方。いや、あのね、コメントしてくれ、あのね、俺の考え方ね、言うね、のぞきみさん。まず見てもらうことが第一の応援なの。まず見てもらって俺らは感謝なのよ。ハートありがとう。見てもらうこと、見てもらった人は大切なの。次、2個目ね、コメント書いてくれること。これは放送を盛り上げるに変わるの。放送を見てもらって初めて応援、コメント書いてもらって次いい応援、次のステップに入るの。放送を一緒に作ってくれてる仲間になるの。次、フォローをしてくれること、これは次も見ますよってこと。だから見る、コメント書く、フォローするっていう上位概念になっていくので、その一番上に何があるかっていうと、これはリスナーさんを超えるんだよ。アイテムを投げてくれること、1円でもアイテムを投げた時点でもう、なんつうの、この番組のサポートをしてくれてることになってんの。俺の生活を面倒を見てくれてることになってんの。だから支援者っていう枠に変わるのよ、こっから、俺の中で。ただただコメントだから書けば書くほど盛り上がってくれて嬉しいんだけど、ただコメントの内容がプラスじゃなくてマイナスの内容で、フォローもしません、アイテムも投げません、アンチコメント書きます、これはただの邪魔だし荒らしでしょって言ってんのが俺の考え方。なんていうのかな、アイテム投げなくてコメントしてくれる人は見てくれてコメント書いてくれてるから俺にとってはプラスなの。ただ放送の邪魔になったり俺のことを誹謗中傷したりするのは、そのスポンサーさんとか普通に見てる人からしたら荒らしでしかないから、それはそれをやるんだったらアイテム投げるべきなんじゃないのっていう考え方。伝わるかな。見ること、コメント書くことも応援、フォローすることも応援、大歓迎。そうで、アイテム投げてくれたらさらに嬉しいっていう感じだけど、ただで見てあの気分悪くするのは応援でも何でもないよっていう、そこに感謝はしないよっていうのが俺の考え方。だから普通に見てくれてる人は嬉しいよ。だからロムセンさんとかいっぱいいるもん。うん、だからまあできればね、1円でも10円でも100円でも構わないから、
俺に値段をつけてくれたら嬉しいよね。俺はこれで生活してるから。コメントセンスないからコメしないけど、いつも応援してる。ありがとう。コメントセンスなんかなくていいよ。普通に関わってよ。普通にコメントして。ありがとうね。ありがとう。大花火ありがとう。ありがとうございます。匿名さん、コメントセンスなんかないよ。普通に関わりたいかどうかね。普通に。だから下手にコメント書くと俺の場合噛みつく可能性があるからね。 ありがとう。大花火、グレート花火ありがとうございます。すげえ。ありがとう。すごいね、この人。ありがとう。な、すげえ、グレート花火。ありがとうございます。ありがとう。すげえ。え、5発って、え、5発10発分かよ。すげえな。ありがとう。え、すごい。なんかバグってきたな。頭の中はバグってきた。ありがとう。クール大花火ありがとう。すげえな。ありがとうございます。ありがとう。大花火ありがとう。頑張ります。ありがとうございます。すげえ。すげえすげえすげえ。38。あ、計算が間に合わないな。わけわかんねえ。ありがとうございます。ありがとう。何発？ 4000円。18。ありがとうございます。すごいね。ありがとう、こんなにたくさん。モテモテだね。多分俺のトークが至急に響くんだろうね。ノンラフパチパチありがとう。シーナさんパチパチありがとう。いや、嬉しいね。グレート大花火だかんね。花火の倍だかんね、これ。ありがとうございます。すげえ。ありがとう。嬉しいね。捨てる神あれば拾う神ありって言って、誹謗中傷する人もいればさ、こうやって応援してくれる人がいるんだよね。配信やっててよかったなーって本当思いますよ。ありがとね、支えてくれて。なんかさ、配信ってさ、やっぱりその芸能界に入れなかった人じゃん。今はさ、まだテレビっていう力があって、その、まあテレビの方が全然収入も多いし知名度も多いわけですよ。で、やっぱタレントってさ、所属してるわけだから、事務所に認められないと入れないわけじゃん。だから俺は配信者よりも上の存在だと思うの、今のご時世って。だけど、ゆっくりゆっくり配信者が力をつけていくと、あれって、力があるんだったら、ね、直接ファンに支援されてる方が、事務所にね、お金取られないし、食っていけるじゃんって言って、だんだん配信者の地位が高くなってきたわけだからさ。だからこそ、その芸人さんたちが注目をし始めたわけだと思うの。芸能人が。だから、なんかこのチャンスを生かして、なんかうまい具合にね、配信者は配信者で問題あるし、ね、芸能人には芸能人で問題があるわけだから、うまくなんか噛み合ったら面白いなと思ってる。寝るときは俺の放送を見てくれてるの。ありがとう。そうそうそう。俺、最近自分に戒めてるのが、世界中の誰から批判されても、4200人が面白いって言ってくれることをやろうと思ってんの。もう、今まではフォロワーがゼロだった頃っていうのは、世界に向けて僕こういう人間ですって言ってアピールしてたけど、これからは、この4200人のためだけにやる。その、仲間っていうか、放送を見てくれてる仲間が一緒に楽しい時間を過ごせるっていうのを意識してる。でも知ったこっちゃないと。世界の理屈とか、社会の理屈とか、その、普通とか、そういう考え方とか、俺はいらないと。そう。4200人の俺のこと好きって言ってくれてる人を喜ばせるっていう。俺はそんなこと思ってない。フォロワー増えたら嬉しいよ。ただ、フォロワー増やすのが目的ではなくなった。極寒の森さん。昔は、その、有名にならなきゃ、っていうのがあったから、フォロワー増やすために売名とかもよくやってたけど、最近やらないでしょ。仕事選んでるじゃん、明らかに。絡む相手も選んでるの。コラボとかも選んでるのよ。
なんつうのかな、もうぶっちゃけた話、配信会で言って名前知らない人ってにわかだと思ってて、さすがにワドを知らないとかいう配信者っていないと思うんだよ。だからなんつうの、普通にやるっていうか、普通に4200人の今まで応援してきてくれてた人と楽しいことを共有していきたい。うん、だからフォロワー増やそうっていう考え方はなくなったね。もちろんフォローしてもらえるとありがたいっていうのはある、すごく嬉しい。ただその1万人とか100万人とかをフォローされたいっていうよりも、中の密度を濃くしたい。なんかあそこ楽しそうだなみたいな、あそこなんか独特だけどなんかいい感じにリスナーさんと楽しんでるよねっていう。例えばその新橋の居酒屋なのか、まあ、モンテローザ系の居酒屋って人数多いじゃん、利用する人だけど、モンテローザのコアなファンっていないわけですよ。だったら人数が少なくてもその老舗って言われてる個人がやってる伝説のバーとか、まあ人数は多分100分の1とかな、もしかしたら1000分の1とかな、だけど個人がやる限界の中にそこに楽しさとかがあると思ってるから、それでいいんじゃないかなっていう。コアなファンが集まってコアなことができればいいと思ってるから。だからなんか他の配信者がやってる、他の配信者と比べられないぐらいになりたいね。あそこはもう独特だよねみたいな。例えばさ、桜井誠さんだっけ、あのなんだ、保守の人いるでしょ、政治の人。あの人と雑談配信者って比べられることってないじゃん。わかる。あそこ400人の閲覧あって雑談配信者のカテゴリーだと思うけど、よっさんが噛みついたりとか金梅さんが絡むってないじゃん。おい、どれだけ雑談面白いんだよとかないじゃん、あそこのファンって。だから別に俺は政治系配信者になりたいとか桜井誠になりたいってわけじゃなくて、ああいうその自分のジャンル、例えば千葉幸喜と、うん、よっさんとか喧嘩しないでしょ。ああいうなんか自分のなんつうんだろう、カテゴリーっていうのかな、自分のスタイルみたいなものを確立するっていうのは大事だと思うかな、これから。でまあそれ何が求められてんだろうっていうのは常に感じていて、うん、俺のリスナーさんは何を求めてんだろうって、まあ、いろいろ試してるけどね。捨て頃に出たりとか、生活保護完全マニュアル、断環塾、今だからその多分そのなんつうの、自分の中でいろいろトライしてるんだと思う。あ、本当に OK、 ありがとう、うん、たくさんやるね。メリンゴいらっしゃい、ワドツ。千葉さん引退したんだ、もったいないね、うん、あ、そうだったんだ、そうなんだ。金梅と絡まないとダメみたいなところある。俺ね、でもね、うん、あると思うんだよ。いや、それが金梅さんの凄さなんだけど、俺ね、でもね、金梅さんとの距離感ってすごくいい感じに絡んでもらっていると思ってて、正直金梅さんが分かってることって、俺が金梅ファミリーにならないじゃん、明らかに毛色が違うから。あの金梅さんも俺がファミリー化することを想定してないしあれだけど、俺が配信で閲覧が落ちたりとか収入が落ちると、金梅さんって必ず声かけてくれて、さりげなくその何和道リングとか宣伝してくれたりとか、花火対決とか絡んでくれるじゃん、金梅さんから。俺がダメになってる時に必ず電話かけてくるので、もう一人いるの、そういう配信者って、レジェンドで、それ鮫島さんの。鮫島さんって俺が落ち込んでると必ず電話かけてきてくれるの、この二人なんだよ。で、鮫島さんも俺のファミリーになれとか言わないじゃん、金梅さんも俺のファミリーになれとか言わないじゃん。明らかにスタンドアローン型の配信者じゃん俺って。どこのファミリーにも属してなくて、あのうだつが上がんないじゃん
中堅どころうろうろしてるようなさ。だけどそのやっぱりファミリー持ってたりレジェンドだったりする人にすごくよく可愛がられてて嬉しいなって思う。そうで、多分そのよっさんファミリーってさ、よっさんについていかなかったら首切るとかよくやってるじゃん。お前誰々とコラボしてんのかよとか、そういうのないよね。鮫島さんプライベート本当にひどい時はプライベートでも電話かけてくるよ。お前今配信引退しようとしてんなっつって、なんでわかんすかって言ったら、いや配信見たらわかるよって、なめんなよって言う、あのよっつって、俺何年やってるかわかってるよなっつって、はいって、大丈夫だからって、やめんなよって、お前がやってるのはいつか大丈夫だからってやめんなよってって言って励ましてくれるの。電話で5分ぐらい中電話したい。鮫島さんはワード落ち込む必要ないよって、今苦しいかもしんないけどそんなの大丈夫だからって、3年先笑ってるからお前はやめんなって、そんな感じ。いや男だよ、うん、そう、うん、だからそのなんつうの、鮫島さんからこう企画や誘われたりすると嬉しいのよ俺は、うん、だから鮫島さんにセコンドやってもらいたいなと思ったし、やっぱりあと1回目にロハコさん選んだのは俺なりにやっぱロハコさんとゴシャブ事件っていうのがあったから有名になったから、やっぱりロハコさんに恩返したいっていう、うん、よっさんは器おちょこだからよっさんは器おちょこだよいい人だけどあのすぐ首切ろうとするから、うん、すぐ首切ろうとする、まあ、そこが可愛らしいんだけど、まあそれもキャラクターだけどね、配信用の。でももう鮫島さんとか俯瞰して見てるよね完全に。あの可愛がってもらってるなと思う。ただまあウコッケーとかは迷惑なんだよな。ウコッケーとか本当にやめてほしいと思うけど。あれはガチで迷惑。いや眉剃りとかもさ、あの眉毛剃らせようとするかんね、うん、だからね愛子さんすげえなと思ったのは、やっぱ女の人なのにバリカンサイドに入れるってすごい勇気がいるし、いやバカなんだよ、バカなんだけど俺は配信者としてはすごくやっぱ振り切ってると思って、俺はあの愛子さんかっこいいと思ったけどな、配信者としてはね。女性としたり社会人としてはダメだよ、こんなバリカンで2ブロックの女の人とかダメじゃん。だけどやっぱね配信で腹くくるシーンっていうのがいくつかあって、やっぱり普通の感覚って持ってるのよ自分の中で、ブレーキみたいので、ブレーキやっぱ踏んじゃうんだけど、配信者にブレーキなんかいらないんだよ、うん、だから飛び込んだ時の方がやっぱりリスナーさんが喜んでくれるよね。真冬の海とかほんと死ぬよあれ、江ノ島やったことないでしょ、真冬の海飛び込んだことないでしょ。あのね、なんで溺れるか理解できんの、あのね入るじゃん、最初寒いの痛いので、そっから何が始まるかっていうと筋肉が硬くなっていくの、ギューって収縮して釣ったみたいになるのよ。だからあのなんで溺れるんだろうって思うじゃん、冬とかの海とか川とか、あれただ単に筋肉が痙攣して動かなくなって沈んでいくんだよ俺ほんと焦ったもん、あこれ死ぬなって思ったもん。やってみると分かるよね。さすがにでも自分のうんこ食うのは無理だな俺は。何度も言うようで申し訳ないけど鮫島さんはやっぱすごいよ。どんな状況でも、どんなに美味しい状況でもうんこ食えないもん俺。うんこの味はうんこなんだよは名言でしょ。うんこの味？うんこだよ。
なかなかそれ言える人いないかんね。あの時のサメ、え、いつぐらいの時に食ったんだろう、うんこ。なぜ食おうと思ったのか。え、食い物がなかったんだっけ、本当に。本当に稼げなくて、食うもんがなくて食べたんだっけ。いや、そうだよ。で、俺あの後怒られたんだよ。職場の人に通報が入ってて、海臭いのよ。で、見てますよって言われて、今日風邪ひいて休んでるって言ってたよね、つって、すげえ謝ったよ。何度も説明したけど、まあ、ダメだと思って申し訳なく嘘ついたのかごめんなさいって言って。 FC2 の時なんだ。それ昔のこと言うなって怒ってた。いや俺は言うよ。俺はうんこ食ったことも ある北郷さんにちゃんと説明したから。配信会っていうのを説明するときに俺は誰とは言わなかったけど、むしゃぶり強い人いるんですかって言われたから、いや無茶ぶりどころか自分でうんこ食う人もいますから大丈夫ですって言って自信持って答えたよ。それが配信者ですって言って。怒ってたんだ。でも鮫島さん結構嬉しそうにエピソードトークするけどな。いやーだからね、でも俺あの時に鮫島さんに仕事なんて関係ねえ、お前配信者だろ来いよって言われて行かなかったら多分付き合いなかったと思うよ。あそこで行ったから、俺テル紹介して帰る予定だったんだけど、お前も来いよって言われて、ねえお前配信選ぶのか仕事選ぶのかって詰められた時に、まあ本当は良くないことなんだけど、配信選ばなかったら多分鮫島さん相手にしてくんなかったと思うよ。いやでも本当に怒られたかんね、職場で。超気まずかったよ。なんでこいつ海くせえのみたいな。昼まで出勤してきてみたいな。でも社長は笑ってくれたけどね。いいよって。私もサーフィンでサボったこと何回もあるよとか言って笑ってたけど、でもダメだよって言ってたけど。私もサーフィンとかよく行ってサボってたよとか言って。いい社長さんだったよ。いつか恩返ししたいね。それこそね、なんか和道、会社に和道通ってたっていうのが自慢になるぐらい有名になりたいよね。今ただのおてんだからね。あいつ通ってたとかダメだろうってなってるから。やっぱだってトムソーヤ池上さんも大変だって言ってたもん。やっぱそんなに稼いでるわけじゃないからバイトしないといけない時期ってあるわけじゃん。でもマクドナルドで働いててもどこで働いてても通報入ってクビになるって言って悩んでたよ。どう思う？おいドリームチケットさんいらっしゃい。かわいそうじゃない？普通に配信も頑張って仕事も頑張ってる人がアンチに潰されるんだよ、私生活で。やっぱり配信好きだからやめられないわけですよ、腹くくってるから。だから仕事クビになっても配信やめないんだよ。俺はね、ごしゃぶとかは、本当に面白さで言ったら、多分、配信会、ぶっちぎりの面白さでしょ。森丼、ごしゃぶ、バール。俺、バールと並べてもいいぐらいの破壊力あると思うよ。ごしゃぶ事件の全部を入れてね。一週間ぐらい入れたら。柏木が、みどりさんの、ヌマップのカラオケ大会だっけ？ヌマップのオーディションだよ、それこそ。ヌマップのオーディションに柏木が殴り込んだ時からのあのドラマっていうのは、なんかバールと並べてもおかしくないと思ってるね。あれは完全に配信者の歴史の中で刻まれた伝説でしょ。だってあんなに面白かったことないもんね。腹抱えて笑ったもん。同時者
当事者全員ノリノリだったからね。本当は柏木が主役なんだよ。だけど柏木がそこの家のなんか沼っぷりっていうかさ、持ち前の天然が出てさ、ロハコさんに持ってかれたんだよね。ただただチンコしゃぶったの、チンコしゃぶられたのをさらされただけで終わっちゃったんだよ。あれはむしろね、じゃああの後引退したからだよ柏木が。ヘラってヘラってつがひなりと付き合ってたんだよな多分な、うん、だからひなりを選んだんだよ柏木は。ひなりを選んだんだよ。ハートありがとうゆうさん。まあひなりと別れたのかな今。いやな、でも弾丸塾出るからね、うん、俺は弾丸塾で無双する柏木見たいけどね。半端じゃなく暴れ回る柏木、無茶ぶりにガンガン答えていく柏木、だからなんか返り咲いてほしいね。それこそ柏木とかはふわっちに来て引っかき回したが花火もらいまくってほしいね。モリドン2か、うん、よっさんはあとバリボリも持ってるからな。バリボリ、モリドン、あと何ある、よっさんの事件、あと偽札。よっさんはやっぱプレイヤーとしてすげえな、カリスマだな。神回が出てくる出てくる。偽札も俺終わったと思ったもん。偽札の時はさすがによっさんもうこれ出てこれないと思った。国家反逆罪の域だからね偽札って。殺人より重たいのに。あれもアンチもよくやったよな。あれ多分アンチ分かってないでやったんだろうね。バカなやつが普通にやっちゃったんだろうね。バリボリも面白かったな。バリボリはアフリカ TV だっけ。え、偽札って国家反逆罪に次ぐ重たさなんだよ。要は国民一人の命よりも国家の方が重たいっていうのが法律に書かれてる。だから国家反逆罪って死刑だよね確か一発で。あと偽札も殺人より重たいんだよ。いや、国の根幹に関わる問題だから。えぐいよね。おはよう、ザクルちゃん、おはよう。あれはだからバリボリ事件だよ。こうやってやつでしょ、こういうやつでしょ。あれがバリボリって呼ばれてんの。よっさん面白いよねやっぱ。でさ俺さ、ひまわりってさ、パパーパパーって言うじゃん。あれって俺クレヨンしんちゃんのさ、ひまわりっているじゃん。クレヨンしんちゃんのはーいって、はい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 ってやる妹のひまわりだと思ってたの。それが語源だと思ってたから、それでパパーパパーって言ってると思ってたら、のんちゃんにそれ話したら、和道さん違うよって。よっさんのひまわりって名前は、沼のひまわり組って言うでしょって。ひまわり組から来てるんだよって。だから、沼しかいないって意味なんだよって言って。大爆笑した。で、のんちゃん放送10年見てる大好きな子じゃん。唯一俺が、この部屋で音楽聴いてて、のんちゃんが不快だからそれ見ないでって言った放送がよっさんなの。すごくない？あののんちゃんが俺に、和道さんその放送見ないでって。なんかあったの？って思ったもん。森となんかあったの？みたいな。大っ嫌いの。のんちゃんからこんなん聞いたことないもん。うん。そう、池沼のひまわり組のひまわりの。わかんない。もう生理的に無理なんでしょ。
のんちゃんが放送見てるだけで女の人で怒ることはあるけど、それ以上に過敏に反応してて、和道さんそんなん見ないでって、うん、ダメだよっつって、どうしたのって言ったら、嫌い嫌いだとか言って、見たことないでしょみんなも。そんなのんちゃん異常に嫌いなんだよね、よっさんのこと。なんなんだろうね、なんでよっさん嫌いなんだろう。よっさんは香川さんが好きだったりするからな。なんかね、よく言われるのは香川さんと雰囲気似てるってよく言われたね、昔。お前香川意識してんだろうとか、香川のモノマネとか昔よく言われた。なんでなんだろう。全然香川さんの放送見てなかったし、いや香川さん雑談うまいのは知ってたけど、キャラ違うだろうとか思って。香川さん、いや、やっぱりうまいよ香川さん。あのね、火がついた時っていうかね、スイッチを押した香川さんは本当にうまい。ただ通常営業は波がある感じがする。俺だからそこは似てるかもしんない。あのね、配信者スイッチ入れた香川さん何度か見たことあるけど、うまいよ。抜群に雑談力でテクニックある。ただね、多分ね、配信減らるんだよ。エンジン切る癖がついてる、俺と一緒。うん、まあよっさんの場合さ、あの好きが嫌いかって性格の問題じゃん。香川さんね、あ、そうなんだ、香川森俺嫌いじゃない、俺も好きじゃない。ああ、断感塾否定組だからね香川森。俺ゆいがさんがディスってくると思ったけど、ゆいがさん全然ディスらないね、断感塾ね。なんかボロクソにディスるのかと思ったらそうでもないっていう、冷静に結構淡々と、なんか沈黙っつうか、まあ軽くコメントするって感じだったよね。意外だったよな。やっぱりうなちゃんマンじゃないの、雑談力って言ったら。あれを雑談力とは言わないんだけどな、だんだん分かってきたよ。いや、あのね、うなちゃんマン雑談力も高いんだけど、もうっていうかトップクラスなんだけど、あれね、雑談で面白いんじゃないんだよ。あれは不可視力なんだよ、ただの。だから、雑談配信者として言わせてもらったら、雑談も俺より上手いよ。上手いけど、面白い部分はそこじゃなくて、ふかすからじゃん。だからね、なんか同じカテゴリーに入れられたくないんだよな。あれずるいもん。だって嘘しか言わないんだよ。そうそう、ただめくれんのが面白いだけでさ。だから俺も真似てさ、ふかす時もあるんだけど、わざとね。だけどね、なんかね、ふかしっぽくないんだよ。なんかね、本当っぽくなっちゃうの。だからね、向いてねえわと思って、リスナーが気づかないのよ、明らかにふかしても。あれだから天然のふかしだから面白いんだよね。そう、ロックオンの仕方とかも面白かったんだけどね、もう見れないね、チャンマンは。アンチがいなくなったチャンマンほどつまらないものないでしょ。あれはアンチがいたから最高に面白かった典型例だよね。あそこのアンチ面白すぎるんだもんな。だからアンチブロック4000件はダメでしょ。自分で首絞めてるようなもんだからな。あとなんか若い女の子にちょっかい出してんのも気持ち悪いよね。過疎生主のさ、若い女の子とかにさ、ちょっかい出してさ、コメント欄でさ、ああ、何々さん、ああ、いらっしゃい、
おいちゃんはよーっつって、あ、頑張ってっか、ああ、あ、いや、この子よ、頑張ってんだよ。とかいう佐野が痛い。過疎なまぬしに挨拶回りしてるちゃんまんが悲しくてしょうがない。女の子。で、その子が、ちゃんまん来てよーっつったら、おいちゃんも頑張ってっからよーっつって。そう。いやーきついよな、落ちるところまで落ちたよな。だから第二のゲルゲを探してるところがもう痛々しいっていうか、もう無理だよ、ゲルゲ超えるキャラクター出てこないよ。もったいねえよな。だからゲルゲに切られたっていうところが終わりだったんだよな。洗脳が解けたんだもんあんだけガチガチに洗脳しててさ、貯金何百万使ったんだっけ、ゲルゲの。ゲルゲの600万使い込んだんだっけ。すごい才能だよな。ゲルゲ別にブスじゃないからね。頭いかれてんなと思ったもん。600万か。そうだよ。で、なんか、そんなのはチャンマンクラスは帰ってくるみたいな、もうゲルゲが洗脳されてたんだよ。何年付き合ってた、ゲルゲと。5年ぐらい付き合ってた。5年じゃないか、4年ぐらいか。まあモテるんだよな。いや面白かったよな、ゲルゲとのやり取りは。あ、やべえ、まだステッカー郵送してねえ。ステッカー郵送しないと。なんで俺すぐ送れねえんだろう。リスナーさんにまだ送ってねえわすごいよね。福ちゃん、福山さんで FX の福ちゃん、福山さん、福山さん、ニコ生の頃だいぶお世話になったよ。FX の福ちゃんかな、福山さん。そうでしょ。面白いっていうか雑談力高いしさ、面白いは人間力だけで勝負してるよね、あの人は。雑談じゃないんだよね。あのすげえ稼いでるし、あの仕事もちゃんとやってるから面白いんだよね。いや、あの人の心配ないからが大好きだった。和道くん心配ないから大丈夫だからって言うんだよね。一回会ってみたかったんだけどね、意外とね、ふわっちもやってたんだけど、まだ会ったことないんだよな。一回ね、ほんと縁があったら会ってみたい人だね、福山さんは。たまにコメント書いてくれてた、ミスター福さん、福ちゃん。福山さんもう引退しちゃったんかな、配信は。まああの人実業家だからね。配信者で会いたい人か。まあ、カオスはずっと、俺はもう1年ぐらい、ずっと会いたい会いたい言ってるでしょ。会いたい人か、配信者で。そうそう、一緒に遊んでる感じだったよね。そう、福さんは。誰だろうな。ちょっと前までは関慎吾さんだったんだけど、もう会えたし、2、3回会ってるし。誰だろうな、カオスと誰だろう。もう一回エミさんに会ってみたいね。もう一回、もう一回エミさんにちょっと会ってみたいかもしれない。そのパトラッシュさんは会ったことないね。ただパトラッシュさんは俺ドレさんの
対抗馬になると思ってて、うん、パトさんは実はね閲覧20、30の頃からやっぱ注目して見てて、あこの人ファン掴むだろうなと思ってる。でまだまだ伸びると思ってて、下手したらドレさんの脅威になる存在は俺はパトさんだと思ってんの。要はねドレさんがと裏側にいる表側っていうか表裏一体の関係性に客層が被らないタイプの、で年齢層高くて雑談力高いから、なんかパトさんはまだまだ伸びると思ってるね。うん、あ知ってる知ってる、アメブロと漫画で、うん、もう作家さんだからね。ああのねぴょこたん会いたいの、ぴょこたん会ってみたい。俺ぴょこたん大好きなの。ぴょこたん大好きなの。ぴょこたん知ってる？ぴょこたん先生大好きなんだよね。うん、まあ知らない人はにわかだよな。あでもなんかふわっちのリスナーはぴょこたん誰ってなりそう。もうあのキャラクター俺ファンとして会いたいかな。ぴょこたん先生はね結構俺好きなの、ツボなの。あのもう配信者としてじゃなくてファンとして好き。あそうなの、借金だらけ。違うよ、こじるためのネタだよ。帰ってきた時天才だと思ったもん。じゃあツイキャスの時なんでそれ言わないんだよ。ふわっちで始めたら急に設定が変わってさ、いや私実は借金まみれなのって、俺天才かよって思ったもん。いまだに配信者としてのさやり方分かってんだよ、ネタの作り方。ただ唯一噛み合わなかったのが、ふわっちのリスナーさんがピュアすぎてそれがネタだっていうことに気づいてないから、エミさんやっぱしょぼんってなっちゃったの。普通だったらそんなわけねえだろうとか騙したとか詐欺とかいう炎上芸だったのに、いやネタに決まってんじゃん。だけどニコ生だったらそれめくる人とか炎上させたりとかドラマがあったのに、ふわっちっていうサイトの特性をエミさんが把握してなくて、いや俺あのネタぶっ込んできたのは俺天才だと思ったよ。ただここでは通用しないって思ったけど、うん、ここはピュアミンが多いから言われたことを信じちゃうからネタまで発展しなかったんだよね。だからやりごたえなくて戻ったじゃん、うん、なんネタに決まってんじゃん、うん、あの人がどんな人か分かってないんだよ、うん、自然農法さんってこれあれでしょ、西岡さんじゃないの、違うのかな。西岡さんも頑張ってんのかな。なんか Facebook とか Twitter とかたまに見てんだけど、すげえ実業頑張ってる感じがして。西岡さんの飯普通に食いたいよな。なんか配信で会いたいとかじゃなくて。石川がタワーマンションに住める身分なのにバラックに住んでんのと一緒。そうそうそう。あのね、俺ね石川の利益汚ねえよって言いたいの。ふわっちとかさ稼いでる配信者評論するじゃん、稼いでる人に対して。だけどさあの人ってさツイキャスとかさオプレクとかさもう業者から金もらってる人なの。だからリスナーさんから金引っ張る必要がないぐらい稼いでる人なのよ。だからさそりゃさ俺らのこと簡単に批判できるけどさ、お水売ってたんじゃ、空気売ってたじゃねえかよもともとっていう。俺らのさちょっとコッパ野郎の身にもなってくれよっていう。もう企業案件だけで食ってるから、パチンコとかの営業とか。だからリスナーさんにそれは強く言えるじゃん、稼いでるやつの批判できるじゃん。リスナーさんからそのグッズとか販売しなくてもクリーンにできるわけじゃん。だけどさってあんたも空気売ってたんだからそこはわかるでしょっていう。あれ汚ねえよ本当に。しかもさ、タワーマンション住める身分でバラックに住んでんのと一緒って、それまさにその理論で。そう。だから配信者がいくら金稼いでも身なりを整えないのってそこなんだよ。うん、もう分かってんの、俺らは小好きだっていう。そう。やっかまれるの分かってんだから。私はニコ生からふわっちに流れてきてないけど、ふわっちはニコ生、ふわっちはニコ生から流れてくる人多くないの？多いよ。っていうか俺はだからヨッサンが来たタイミングで荒れ始めたから、コメント欄が急に荒れ始めたの。ちょうどアンコロが俺の放送を乱した頃っていうの。
それまでこういう普通の雑談で楽しい楽しい和道さん来てくれてありがとうで再評価されたのよ俺は。こういう普通の雑談で評価されてたのにニコ生のバカどもが来たんだよ、よっさんを筆頭に。あいつらのせいで、あいつらが引き連れてきたわけよ軍団を。そしたらてめえ詐欺師かとか、もうニコ生の頃は俺は詐欺師詐欺師とか死ねとかずっとコメント流れてたから、うわこいつら来ちゃったよみたいな。それでバカ荒らされてるから、そうだからおとなしくしろっていつも言ってんのはそれなの。分かったよ分かったよって、昔のノリやってほしいのねって。もういやいや俺先住民だからどっか行けっつってんの。あいつらはもう昔の俺に戻ってもらいたくてしょうがないの。もうめちゃくちゃやってたから俺ニコ生の頃は。あれだよね、ツバニャンの嫌われ方なんかレベルじゃなかったよね。爆走のレベルじゃないよね俺の嫌われ方ニコ生の頃。だって和道と絡むと不幸になるっていうジンクスがあったんだもん。実際まあそうだったんだけど、うん、俺はツイキャス見てないから和道が人気になってって驚いた。いや俺ツイキャスなんかやってないよ、俺はニコ生出身だよ、うん、ていうかニコ生の頃の方が人気あったから。人気っていうか閲覧だってアクティブ500以上あったよ。同時閲覧、アクティブって言っても分かんないか、同時閲覧が500以上あったんだよ。でフォロワー5500人のやつを半年間で7回作ったよ俺。要は減らって爆発するじゃん、ゼロに戻るわけじゃん、それが半年間ですぐ戻るの。それを7回作ってたよ。だから今よりも人数多かったんだよ。だから炎上芸とか売名行為とかなんかネタ系っていうかぶっ込む系だったら俺今でも撮る自信あるもん。そんななんか青壁の前にいる連中なんかよりもしっちゃかめっちゃかやって笑い取る自信あるよ。でもやらないけどね、もうそんなことやっても何にもなんねえっていうのに気づいたから。だから人気になってくっていうか、なんかこう肩の力抜いて普通に雑談をメインでやれるっていうのはありがたいよね。こう楽しいよ今は。ゲルゲさんドア越しじゃないよ、ゲルゲさんガチャって開けてうるさいんで帰ってくださいガチャって言われたよ、うん、まあ知らないだろうね、うなに突したとか、うさぎを野田通りのうさぎの肉盗んだ、橋本くんの頭に水ぶ酒ぶっかけたとか、あと何がある。ワンワンと毎日ディスり合ってお互いバンになり続けて、あと何やってた、低燃費にキスしてよっさん号泣させて、最悪じゃねえかよ。名だたる大手配信者に嫌われることしかしてないもんね、よっさん。それは怒るわな。低燃費って言って、当時付き合ってたラブラブの最愛の彼女にキスして、でよっさんが号泣してよっさんキレさせたでしょ、橋本くん酒ぶっかけてキレさせたでしょ、野田通りはうさぎ肉ぶっかけたでしょ、うなちゃんマンの家にリアとしてドアノブ蹴りまくって怒られたでしょ。そんな人気出るわけねえよな。またお前か状態だったもんね。懐かしいわ。あと何あるだろうね、うん、あと石田と喧嘩突で包丁で刺されそうになって裁判にもなってたもんな。で石田と公文竜なんかねえ、あーって感じしたもんな。ワンワン低燃費の頃なんかもう毎日ね、何やってんだろうと思った。あとカネマンの家とかもね行ったよね。カネマン懐かしい。ロハコさんと付き合ってないよ。っていうかフワさん多分知らないんだよ、ロハコさんって配信者になる1年ぐらい前から俺のリスナーさんだった。
ここで普通にワドツーって言ってコメント書いてたの。で、石野と俺がバーでこう一緒にいるときに、石野のリスナーでもあったの、ロハコさんは。で、石野くん僕の家に泊めてあげるよって言ってたのよ。で、俺はいい人じゃん、ロハコさんに泊めてもらえないよって言ってた時の石野の一言が、ワドさん、あいつゲイっす。あいつゲイっすわ。って言って、って。そんなことないよって。俺会ったことないけど、そんな感じじゃないよ。いや、ゲイです。って言ってたの。それで、柏木があの事件になった時、俺、鳥肌立ったの。石野言ってたわ。だから、ロハコ事件でもしかしたら石野で発展してたかもしんないんだよ。そう。もう1年前からその情報入ってたんだよ。あのことかと思って。いや、笑ったよね、本当に。柏木はもともと、クロクロっていうとんでもない面白いやつがいたの。もうとんでもなく面白いクロクロってやつがいて、で、クロクロが上京してて、四国から。で、柏木の家に泊まってたの。で、俺はクロクロに興味があって会いに行ったの。で、そのクロクロと柏木と俺で3人でコラボしたのが初めまして。石野の嗅覚すごいね。うん、すごい。ねえ言ったでしょって感じだもん、石野からすると。すごいよな。多分ゲイですよ。石野とめちゃめちゃ仲良かったよな。いや、俺は石野大好きなの。石野が俺のこと大嫌いなの。もう昔話楽しいね、うん、楽しいね。そう、俺は石野のだから唯一2人だけいるの。年齢が低くてもう生主としてプレイヤーとして負けるって思ったのが、要はこの2人が本気で生主やったら絶対勝てないっていうのは石野と柏木だよ。俺が認めてんの、この2人。要は俺、全盛期の俺ね。要は面白いことやってやるとか、裸エプロンでファミレスとか行ってた頃の俺ね。だからもう笑いバンバン取ってた頃の俺が、あ、もうこの面白さが根底が違うっていう。こいつらが職業としてやり始めたら勝てないっていう。いじりすぎて嫌われたの、そう。柏木復活して、男官塾出るって。男官塾にエントリーしてる。だから受かってもらいたいんだよね。最近生主復活したの。いや、裸エプロンってさ、みんな笑うけどさ、みんなが想定してる裸エプロンのレベルじゃないよ。生放送でやったの見る？多分ね、えっていうぐらいだよ。多分ね、みんなが想定してる裸エプロンをはるかに超える裸エプロンだから。見る？そう、画像あるかな。いや、大爆笑だったもん、その時。もうお前が天下取るみたいな感じだったもんな。あれは確かに動画残ってないのもったいないよな。あれはめちゃめちゃ当たり回だったもん。自分で今でも笑うもんね。これでファミレス行ってステーキ食って2時間コーヒー取ってウェイターさんにアルバイト募集してるの見たんですけどっつったら店員さんが吹き出したんだよ。いや、すごいでしょこれ。だからなんか体張れとかなんか面白いことやれって言うけどもう嫌なの俺は。だからほら、メガネもこれ元にも昔はこのメガネだったんだよって言ったじゃん。それこの格好でさ、よくファミレスの店員もステーキ食わせたよな。いや、だから若手が頑張ってるとか若手の面白いとか全然面白くないもん。いや、コーヒー飲みながらもう店員さんとかもう半笑いなの、ずっと。それでもずっと普通になんか気取ってコーヒー飲んでて、で、こうやってなんかメニューとか見てて、そしたら店員さんピンポンと押して、すいませんって、アルバイト募集のこれなんですけど、つった瞬間店員さんが、プッって普通に吹いたんだよ。プッつって。雇われるわけねえだろ、みたいな。あ、もうその時のリスナーさんのリアクション大爆笑だったもんね。うん。そう。でも動画残ってないんだよ。要はバンになりすぎてすぐ入れ替わっちゃうから動画が残んないのね。タイムシフトが1週間しか残んないの。ありがとうございます。
花火ありがとう。だから昔のニコ生時代の俺のファンっていうのは今の放送つまんないのよ。ぬるいから。だから今多分七原くんとか見てるでしょ。昔はめちゃめちゃだったからね。だから本当の病気だ病気だって言われてたの。病気だろうな。アンコールありがとうね花火。また見たい。もう無理無理無理。その写メ欲しいの？やだ恥ずかしい。やだやだ。欲しいの？あとどんな回やどんな放送やってたかな。ハートありがとうトロさん。昔だからスキンヘッドにする、罰ゲームでスキンヘッドが効かないって言われてたの。だから普通にコメント欄で、ああワド、そろそろ髪の毛切ろうぜっつって、ああ切るかっつって普通に雑談しながらそのままカミソリでジョイジョイとかやってたの。だから普通にこんな感じだったからね。あれワドさん雰囲気変わったって普通に女の人コメント打ってたもん。あれなんか違うワドさんとか言って、何も変わってねえよとか言ってたもんね。そっかっつって、なんか雰囲気変わった気がしたっつって。よかったよね。この部屋こんな感じだったからね。パルパルでしょう要は。5年前にやってたわっていう。めっちゃ笑顔じゃん。めっちゃ笑顔だわ。パルパルでしょ要は。いや、八作ヘアーとか言ってるけど、ねえ、元ネタ俺なんじゃねえかぐらいに思ってっから。だからバー配信とかも早かったからね。こんな感じで、タバコゲットっつって。コメント欄ね。こういう感じで流れるのよ。これ多分リスナーさんにタバコもらったんだと思う。で、パチパチおめでとうみたいな。なんで死ね死ねが入ってんのかよくわかんないけど、タバコもらって多分悔しかったんだろうねこいつら。死ね死ね死ねっつって、ふざけんなよっていう。懐かしいな。カリバさんとチューしてるね。なんだこれ。なんだこれ。おっさんとおっさんがチューしてる。うん、いや普通の髪型の時は普通の髪型の時だよ。この時はもじゃもじゃヘアだったね。この時に悪魔のキューピーさんに喧嘩突売りに行ったら、キューピーさんがパイナップルやんけーとか、焼きそばパンやないかっつって、キューピーさんが爆笑したの、この髪型に。お前焼きそばパンかよとか言って、喧嘩突にならないの。キューピーさんがこの髪型大好き、お気に入りで、そう笑うよね。懐かしいな。無法地帯だよね本当にね。ただただもう笑いにうるさいから磨かれるんだよ本当に。笑いにうるさいよ。髪長っ。髪長っ。こんな髪長い時あったんだね。にぎわってたね。まあまあ、あ、日じゃないよ。キチガイなんて全然キチガイには思えないもん。クソつまんねえと思う。だってカメラ回ってないことでこんなことばっかりやってたよ。カメラ回ってないんだよこれ。もうなんかもう笑いを常に磨いていかないとダメだから。あ、ごめんごめん。
入らないでください見つけたらこんなことやってたもんね。で石野に和道さん気違いっすねってやってたもん。これいいだろう、入らないでくださいにとことん入ってくスタイル。この前石野さんそれやってた。あ、そうなんだ、うん、安心してください、履いてませんよ。新しいだろ。安心してください、履いてませんよ。もちろん、うん、懐かしいなぁ。あー懐かしいな。髪長いの好きだって言ってたよね。伸ばすよ。でもデコ広いからなんかハゲ隠しみたいになるから嫌なんだよね。なんかさっぱりしたいから。初めて石野と出会った時の顔よ。腹立つ腹立つ顔してるだろ。年取ったよな石野もな。クリクリ坊主だったかな。これで俺17歳ぐらいだと思ってたわ。石野って20歳とか17歳だと思ってたらこの顔で28ですとか言って嘘だろうとか思って。もう30超えたんだもんな石野。え、この頃28とかだよな。いや可愛いんだよね。そう、笑うと超可愛いんだよ石野。基本的に笑わないんだよ。基本的に怒ってるんだけど、たまに笑顔になるの。そうで、笑顔になる時は特徴があって、酒おごってもらう時と飯おごってもらう時だけ機嫌がいいの。その時だけはこの顔なの。腹立つだろ。飯おごってもらう時とか金もらう時だけこの顔になるの。小遣いくれるんすかとか、飯おごってもらえるんすかって。だからほとんどねムスッとしてる写真なんだけど、焼肉屋とか行ってる写真だけこんな顔になる。うめえみたいな。この顔する時はあの飯の写真の時なんだよ。うん、懐かしいね。分かりやすいよね。ほらやっぱりそうだよ。飯の時はこの顔なんだよ。分かりやすいなこいつ、うん、そう、最高、うん、動物みたいなやつだから。荒野がちょろっと和道の捨て頃の練習に参加しただけであんなに有名になるとはな。あー、荒野ね、あのね、荒野、実を言うとね、荒野が一番最初にリア突したのって俺なんだよ。これ意外と知らない人多いんだけど、ドカソのドカソで一番最初に売名しに来た相手って俺なんだよ。で、その時に荒野に会った時に言ったの。お前は多分金梅さんかヒカルくんだって。そう。だから、売名する相手間違えてるよ、つって。で、君のキャラクターは金梅さんとヒカルくんとかが可愛がってくれるから、あの俺に行かないでその人たちに行きなって言ったの。そう、そしたらすぐに守ったの彼は。頭がいいから、わかりましたって言って金梅さんとかヒカルくんとこに行ったの。こうや俺だよ、一番最初売名しに来たの。ね、だから売れると思ったよ。あ、うん、でもここまで売れるとは思わなかったけど、まあまあいい、まあ中堅ぐらいに、まあ俺とか同じぐらい肩並べるぐらいになるだろうなとは思ったけど、まさかね、あそこまでバーンっていくとは思わなかった。そう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 。俺と一緒に公園ランニングしてたんだよ。まあだからふわっちは急激に伸びる可能性があるから美味しいよな。なんか誰が伸びるか法則性がわかんない。なんか、特徴がないというか、面白かったら売れるがニコ生だったんだけど、
別につまんなくても売れるっつうか、何でもありっつうか。不思議だよな。あ、ワンワンの足出てきたけど見る。ワンワンの足の裏出てきたよ。相変わらず汚ねえな。ワンワンの足の裏、水虫なの。まあ数分層はだからパチンコの数字持ってったでしょ。俺もだからパチンコやるときだけ閲覧500、600いってたからね。これアンチの通報がバカバカしくてやめちゃったけど、まあだから続けたっていうのはでかいよね。ワンワンのね、あの、そうそうそう、着物、場違いのところで着物着る感じとかすげえ面白いよね。手頃か。あ、でも去年と全然感覚違うな。なんか捨て頃、うん、全然怖くねえ。去年今頃震えてたもんな、マジで。全然怖くねえわ。これ多分勝つよ。多分勝つと思うわ。なんか全然余裕があるもん。怖さが全くない。ロハコさんとこの辺が多分リア凸してつるみ出した頃だと思うわ。ロハコさんとよく遊んでた頃。若干若いか俺。何年前だろう、2年ぐらい前かな。若干若いね。部屋掃除に行ったりしてたよね。懐かしいな。あと藤子ちゃんとよく絡んでたんだ。そうだ、藤子ちゃんと写真が多いね。藤子さんとよく飯行ってたな。
メモレイってまだやってんの？そういえば。いや、メモレイ見ないな。メモレイってやってんの？ニコ生やってんのかな、メモレイ。メモレイも金梅さん大好きだった記憶があるな。でこの辺から浅井さんが出てくるんだ。配信やってないんだ。やめちゃうんだよなみんなな。いや、わかんないよ。だから人気配信者なんてほんと3年やらなかった、 2,3 年やらなかったらいなかったことになるからね。あ、いたねえで終わるもんね。わかんねえよな。みんなやめてったもんな。橋本くんとか柏木とかもやめてるしな。橋本くんは戻ってくるべきじゃなかったと思ってるけど、奥さん子供がいるから。残るのは気違いだけだな。違いしか残んなかったよ。だからふわっち今ちやほやされてるのも3年後いなくなるかんね。石野もやめてたもんな。そういえば寝るか、そろそろ。ぶっ飛んでないとっつうかね、正直なこと言うとね、あの冷静な正直な感想ね、あのね、プレッシャーに負ける、食えないとか、本当に普通に働きたいんだよ本当に。みんなあのもうプレッシャーにやられる。閲覧取れなくなるプレッシャー、稼げなくなるプレッシャーで、常に面白いことやらないとって体張っていくからどんどん減らるでしょ。で、メンタルやられたところでうわーって発狂すんの。結局そのなんで俺のことわかんねえんだよみたいな。そうで、大体もうそのプレッシャーでメンヘラになって潰れてくっていう。力屋さんとかもそうじゃん。だから力屋さんのがテンプレートだよね、あのヘラり方って。追い込み型だから。面白いやつほどやめてくよ。6月からね、配信規制されないよ。それ呪縛でも説明したけど、あの生活保護と一緒で説明しようか今。ちょっと待ってね。あのみんなね、あの原本読まないんだよ、警視庁とかの。今説明してあげるよ。ちょっとトイレ行ってくんね。これでしょ、警視庁が。いや、だから俺が説明してあげる。うん、力屋さん引退とっくにしてるよ。もう3年ぐらい経つよ。お、なんか起きてる。お腹すいた。
はい、じゃあ説明します。いくよ。迷惑上司法令の改正で、施行が4月の1日でしょ。これで合ってるね。で、改正内容ね、盗撮行為の、ここ重要、盗撮行為ね、盗撮行為の規制場所を拡大しましたよって書いてあるでしょ。この件だと思うの。 OK？ 論点まとめるよ。盗撮行為の規制場所等の拡大ね。で、つきまとい行為とか関係ないじゃん。だからここに絞って話すよ。これ、第5条、第1項2号、関係ね。でここだ。盗撮行為の規制等を拡大で、現行法ね、現行の規制場所である公共の場所、公共の乗り物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が、通常衣服または全部または一部をつけない状態でいる場所に加え、ここが今現行法で盗撮を禁止している場所の上記の場所以外の住居、便所、浴場、更衣室、要はね、新しく住居、学校、トイレ、会社等に設置されたシャワー室、要は民間の場所ってことね。学校、会社等の更衣室、不特定または多数の人が入れ替わり立ち替わりする場所、学校や、カラオケボックスの個室、タクシーなどが新たな規制対象となります。でここを読んで、盗撮とは不当な理由がなく人を著しく恥部させ、または人に不快を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着または身体を写真機その他の機器を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置すること、盗撮行為だから。これ配信に適用されると思う？みんなはこれ見てどう思った？なんかこれを見てないだけでしょ。 PDF 見てみる？書いてあるけどな。第5条、何人も正当な理由なく人を著しく恥部させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、次に挙げるものをしてはならない。衣服で隠されている下着または身体をって書いてあるじゃん。人の通常衣服で隠されているまたは下着身体を、要は裸とかパンツとかってことじゃないの？だからこれを読まないバカが騒いでるだけでしょ。あ、そらこさんだっけ、くうこさん。だからこんなさ、条例とかさ、国が発表してるのを見ないでさ、なんかできなくなるできなくなるって騒いでるから、生活保護と全く同じなんだよ。大丈夫でしょ。そうだよ。なんで外配信ができなくなるって、これを普通の大人が読んで解釈する？だから俺は、だから北朝鮮じゃねえんだからそんなことありえねえよってずっと言ってたじゃん。先進国だよっていう。ただ家の中でも、例えば俺がのんちゃんの裸とかを盗撮をしてのりこが訴えたら、あれだよ、捕まるよ。ただそれ配信関係ないじゃん。だからもし配信に関する条例が出たら教えてよ。大使いらっしゃい。俺はその時また見るから。だから勝手に、なんかツイッターとかのこんな短い文章で、なんか配信がどうのこうのって書いてあったんだろうね。それが広まる、噂が広まってるだけだよ。だから盗撮の定義を分かってない。な、外国人とかがじゃあ外でカメラ写真パシャって撮ったら逮捕されるんだぜ。ありえなくない？笑うでしょ。外国人が東京で、わー、東京タワービューティフォーっつってパシャって撮ったら、はい、逮捕って、ありえないでしょ。
それは東京タワーのフリッシュ、女の子のパンツ覗いて撮ったら逮捕されるよ。誰だって。外人だろうが日本人だろうが。だからその適用範囲の、盗撮の適用範囲の場所が変わっただけね。広まっただけね。OK。もし外配信できなくなるってまだ言ってるやつがいたら、和道の放送見ろよ、勉強しろよって言っていいよ。和道の放送見てねえからそんなこと言うんだよって。リテラシー低すぎるでしょ。はいはい、うん、あ、太一ロールさんも勘違いしてた。だからね、あの調べる癖とか、早々ほら取る癖じゃん。 疑ったら俺は絶対裏取りするから、調べないと気済まない、うん、調べる癖つけた方がいいよ。今の時代何でも答え出てくるから。そうなの？マジで？本当に？いや知らない、聞いてない。すごいね、ハゲてるよ。うるせえよ。もう33歳になるからね。もう33歳になるから私。それは励ますよ。これからも。励続けますから。よろしく。顔入れ墨の人でしょ？そう。アウトサイダーの人。本当だ本当だ。おーい、ノンラブパフェありがとう、ありがとう、あざす。本当だ、書いてあるツイッターで。腹減ったから飯食って寝るか。のんちゃんも起きてるし。編集したやつは俺完成したらすぐアップロードしてるよ。あのあれでしょ、格闘技のやつでしょ。いや YouTube チャンネル登録しといてよ。まあ Twitter とかで告知するから、 Twitter もフォローしといてくれたら。まあまあまあ相変わらず言ってる、YouTube チャンネル登録と、あの、Twitter さえフォローしてくれたら、すぐやります。ただもう今日は眠いな。今日は眠い。ありがとう、ワドリスナーですってね。ノンラブありがとう、花火ありがとう。ありがとう。Thank you, non love. ねえ、会いたいね、早くね。ステゴロの会場で会えるかんね。楽しみだよな、いろんな人に会えるから。のんちゃんの分のんちゃんの分のパフェありがとう、のんラブ。まめさんおはよう。
もう寝ちゃうけどね。今起きたの？マミさんおはよう。まあ俺はあれだな、とりあえず捨て頃終わったら体重10キロぐらい落とそうかな。体が重い。パワー上げるためにちょっと太りすぎたからダイエットするよ、捨て頃終わったら。うん、お疲れ。じゃあまた明日終わりにします。お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。